スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではトライオート FX の、裁量取引、のマニュアル注文の出し方について、説明したいと思います。まあ、小ネタです。はい。ということでですね、実際の、取引画面をご覧いただきます。はい、これ私のリアル口座の画面なんですけども、まあ、通常ですね、ここの、仕掛けランキングから、仕掛けランキングを選んだりとか、あるいはクイック仕掛け選んだりとか、あるいはね、AP 注文を自分で作成する。まあ、これが、連続注文、リピート注文系のことはここでできると。そして、ね、まあ、いろいろありますけども、自分でね、自分の判断で、裁量取引、例えば短期売買がしたいと、あ、今売りだな、今買いだなということで、ショートはロングを入れたいと。でですね、このトライオート FX っていうのは、その、リピート系だけじゃなくってね、まあ、成り行きで、注文を出して、また成り行きで、決済をするという、まあ、短期売買なんかもできます。その際にですね、はい、これ今、米ドル円のこちら、ここをクリックします。するとね、こんなウィンドウが立ち上がって、来るんですよね。はい。ちょっと大きくした方が分かりやすいですかね。はい。まあまあ、FX、普通の裁量取引をやられてる方なら、まあよく見るような画面だと思うんですけども、これで、これ売りの方を押せば、ショート。そして、これ今、色が変わりましたけども、買いの方を押せば、ロングと。そして、ここに取引数量が出ていてですね、ここに指し値なんかも表示されてます。こちらをまたクリックすると、新しいウィンドウが開きます。で、ここでその細かいね、差し値、レート、為替レートを設定することができるということです。で、まあ、このタイトルでお得と書いたんですけども、この注文方法で、マニュアル注文で、出しますとですね、スプレッド分の、まあ、手数料以外はかからないということで、はい。非常に、短期売買する方はこのやり方の方がいいかなと思います。まあ、この AP 作成の方からでもね、そういった感じで注文は出せるんですけども、こっちの方がまあ、手軽で、そしてまあ、スプレッド分しかかからないということで、今回の動画、小ネタとして、作ってみ、ました。はい。で、まあ、いろいろね、できるので、まあ、一度どんな感じで使ってみるといいかなとは思いますけども、そのトライオート FX とのタイアップキャンペーンをやっております。はい。キャッシュバック3000円が通常のキャンペーンに上乗せ可能となっております。この動画の解説欄に URL を貼っておりますので、また講座をお持ちでない方、興味をお持ちの方はご覧ください。ということで、今回は、トライオート FX に関するお話でしたけども、これ以外にも週末には週末これ来週の展望、そして FX バイナルオプションシステムトレードなど投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして、うざい LINE クリエイターズスタンプ関西弁の小手川兄さん、LINE やられている方はこちらもお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちらの検索キーワード、もしくはこの動画の説明欄に貼っております URL よりご覧ください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。